本日もオープニング川柳を読みたいと思います。はい、はじめゆずるさんからいただきました。ねえ聞いて、宇宙を救う寿司じゃなくアルバム出たよ、電波組インク。わーい。というわけで、よしかすなとめみねむのたぬぴよラジオ、本日はねえ聞いて、宇宙を救うのはきっとお寿司ではなく電波組インク発売おめでとうスペシャル。わーい。おー、熱い、熱いね、拍手熱いね。100人もの、ね、方が来てくださって、ありがとうございます。会場にはね、詰めかけて満席の。というわけで、今 BGM もちゃんと出てるかな。出てる、出てる、出てない、出てる大丈夫。というわけで、今もかかっています。で、はい、マグミンクのアルバムがついに今日発売となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてキボンヌも今日公開したんだよね。キボンヌの PV が公開されました。よくない、めっちゃすごいよ ね、 ね、ぜひご覧ください。あ、はい、終わってから、はい、YouTube で上がってますので、ぜひ上がってます。そしてキボンヌのダンスも今練習してるんですけど、うん、あれ、そキボンヌってライブでやったことない？まだない、ないんだ。で、初ライブが決まりました、うん、18日の18日、16時タワーレコード新宿店さん、19時30分タワーレコード渋谷店さん、うん、どちらでも見れますので、皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます、インストアライブです。イエイエイ。インスタ結構あるの？そうです、ね、いっぱいあります。いっぱいあるんで、で電波組インクでチェックしてください。ぜひググってみてください。そんなわけで、はい、今日はですね、いつも通りお便り、普通のお便りやお悩みのお便り、うんうん、皆さんから募集してるんですけども、今日のお題のお便りは、ねえ聞いて、宇宙を救うのはきっとお寿司ではなく〇〇、というわけで今日は募集しています。あなたの人生を救ったあれやこれみたいなエピソードでもいいし、何でもいいんですけど。好きなお寿司のネタじゃなかったっけ？あれ、そういえばでもなんか〇〇って言ってなかったっけ。お寿司のネタもください。わからない、どっちだっけ。これいいよね、ゆみさんの今お寿司を借りています。昨日ファンの方にいただいた iPhone にさせるお寿司を、いい、ね、今ちょっと私の iPhone から音を出してるんで、うん、ちょっとスーちゃんに貸しました。今日は BGM がずっと、ね寿司なので、ぜひ BGM の方も耳を傾けてみてください。それではでは、今日もお便りを読んでいこうかな。というわけで、皆さんまだ間に合うので、見ながらもうお便り送っていただければと思います。はい、はい、それでは最初のコーナーに行きたいと思います。ズバッと解決しないかも、タヌピオ相談室。その名の通り、タヌピオの2人がズバッとお悩みを解決するコーナーとなっています。最近はお悩みの投稿があまりないので、うん、世の中も平和になり、宇宙も救われるということで、はい、いいですね、良かった、良かった、いい結構ですね。いい結構ですね、いい結構。あ、いい結構です。すごい、二重に重ねてきたのか。結構ですね、いい結構ですね。かっこ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 、もう起きちゃいかがっこ、あれなんだっけ。はい、それではお悩み、はい、匿名希望の方からいただきました。スナオ様、ネム様、ごきげんよう。ごきげんよう。匿名希望です。さて、お悩み。今日忘年会でした。私は今出向しており、出向元の会社の忘年会だったわけですが、その二次会がカラオケで、締めの曲がパスポさん。あ、パスポさんでした。パスポってカタカナで書いてあるとなんかわかんなくなる。私ではなく後輩が最後に指名されて入れた曲なわけですが、すごい勢いで盛り下がってしまう結果に、そりゃみんな知らない状況ですからね、と。何がお悩みかというと、その後輩、今年の新入社員なのですが、今までは AKB さんファンだったのが、最近パスポさんファンになったらしく、その後輩に、このまま行くと地下だねと言ったところ、そうですね、友達はアフィリアさんとか見てますねと言っていました。すごい勢いで、ほとんど関係ないオタクだったはずの後輩がディアステ界隈まであと一歩のところに、このまま行くと年度末の飲み会あたりでは電波組インクとかスーさんとか若様とかの曲を歌う可能性さえ、そうなったら俺は他人のふりをできる自信がありません。どう対処したらよいのでしょうか。もういっそのこと飲み会をディアステで開いちゃえばいいのでしょうか。
見守ってください。大丈夫だ、別にもう電波組地下じゃないから、うん、そうだよ、大丈夫大丈夫、ご覧くださいご覧ください、ご覧くださいっておかしい、なんかあかん、でも飲み会やってほしいな、うん、いいんじゃない、昔ね、そういうのやりたいねって言ってたのに、結局ね、難しくてできなかったんだけど、うんうん、こういう時期はもしかして忘年会とかで使ってもらえるんじゃないか、うんうんうん、4人以上のコース料理の、うんうん、なんか飲み放題付きいくらでみたいな、やりたいねって言ってたんだけど、なんかいろいろ大変でできなかった、大変そうてかもう例えば 2,3 回をもディアメンで貸し切ればいいんじゃない、うん、楽しそう、違う、お会社の人と来たいんでしょ、忘年会なんか忘年会にディアメン入っちゃういや、どうもどうも、いいんじゃないあら、匿名希望くんの上司ですか、だからそのディアメン忘年会にその子連れてきたらいいんじゃない先にそう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 、モタにさしちゃえばいいよ、忘年会にも最適なディアステージです、お待ちしてます、忘年会どころかですね、31日に年忘れ、うん、カウントダウンライブがございます、忘れた上に年明けちゃうからね、忘年してる暇はない、ない新しい年を迎えるためにぜひディアステージに遊びに来てください、遊びに来てください、後輩も待ってます、待ってます、というわけで特に妙案はない、ないね、別に何の悩みだったんだろう、遊びに来ればいい、うん、ズバッと解決したのだろうか、続きまして翔さんからのお便りです、タルさん、ピオさん、こんばんは、こんばんは、まずは電波組アルバム発売おめでとうございます、ありがとうございます、早速 iPod に全曲プラス海ドルを同期してじっくり聴きます、ランニング時の BGM はこれで決定で、今回の相談なのですが、 iPod には曲だけでなくフューチャーダイバーの PV も入れてあるのですが、うんうん、PV が1曲だけというのが少々物足りなくて、この物足りさを埋めるのにふさわしい新しい PV はないかな、何やら噂では新しい PV が解禁されたとかされないとか、あれれ、なんとなんと、先ほどさっき言ったけど申しましたがなんとただいま、うん、昨日っていうかね、今日っていうかの9時に公開になりました、うん、口づけ希望の PV が YouTube に上がっております、だしそう言いたかったんですけど、どうされましたか、口づけ希望の、あ、でも、はい、言っちゃダメかな、いいよいいよ、最後の方の話なんだけど、まだ見てない人あれかなと思って、いいよいいよ、本当もう口づけキモンヌというぐらいですから、口づけキモンヌなね顔が最後に出てくるの、やべえやべえ、それがね、その話やべえ、それがね、はい、みんななんていうの、可愛くないあんまり、あんまチューとかしてないんじゃないのこの人たちみたいな、ピュアでいいですね、そこは言っちゃったピュアでいいですね、電波組、いやそう、これは電波組インク上がるわと思って、私は変な高まりを覚えて、みりんなんて、みりんさんだって横、みりん、みりんが面白くて横顔でいきましょうそう、みりんがあってなってるから、うん、横顔でいこうって言って、みりん普通の顔して横向いてみみたいな感じでやって出て取られて最初こうですか、わかりませんみたいな、キスしろアイドルだから全然キスしてないアイドルは ね押せるよ、まあ、リサちゃんは何をやっても可愛いっていうのでできてて、ね、アトメは可愛かったんですけど、うん、全体的に可愛かった、夢見、古川、成瀬の3人のブサイクさえーちゃん可愛かったな、バスなんかもミリにボロクソに言われてさっきなんか、ネーム3000というけどこれ可愛くないよとか言ってキス顔ってさ何、なんかさよくさ雑誌とかでさ、うん、キス顔とか言って載ってるけどさ、うんうんうん、キス顔ってなんだよっていうかさ、でもキス顔ってそんな可愛くないと思うんだけど、分かんない、キス顔ってさわざわざさキスしてますよっていう顔でしょ、え違う、キボンヌの顔だよあれは、えこれから来るような顔じゃないの、マジフェイス、まだかな、まだみたいな顔じゃないのそれやってみそう、やだやでしょやだ、だ多分だけど半目になると思うんで、私なんかね上唇が上がっちゃうの、歯が出てるからかもしれないんだけど、うん、なんかさピヨってなんない、なるなる、なんか笑うのも変だし、ふてぶてしいフェイスになる早く早く気持ち悪い、なんで気持ち悪いいいよ別にキス顔の話は、そんなわ
あのチェキいつ売ってくれるんすか、マジ売ろう売ろう。でもさ、1000枚展示とかしたよね。じゃあ1枚500円、キス顔8万円だから大きい知らないもん。でもさ、1000枚の、チェキを使った PV なんですけど、撮ったのはきっと1000枚じゃないじゃん。もっと撮ってるよね。もっと撮りました。だから、なんかもっといろんな、撮ったのが1000枚。1000枚超えたよ、超えたよ。途中で1000枚いったもん。うんうん。あ、そういえばなんかディレクションされたんですよね。監督の話とか監督の聞きます。いい話とか、ちょっと見どころはどこですか。実はですね、ボゾくんとトイズファクトリーの岸山さんが監督をしてくれたんです。ノーコメントでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、あの、私たちのキス顔をスクショした方は、あの、罰せられますのでやめてください。罰せられたい人はね、あの、どんどんやりましょう。もうやだ、キス顔しろってさ言われることないじゃん。ちょっと吹き出しちゃうよね、パシャって撮る前にさ。しかもね、河原でだよ。河原でキス顔、夢見れる一番憧れスポットこと、あ、河原でキス顔ですよ。でも相手なし。相手はなし。待ち。早口づけ。早口づけ。早う。希望ぬ。歯出てるよとか言われて。素晴らしいサウンドとともにお届けしてます。歯出るんだもん。しょうがないよ。うん。一緒でしょ。歯出るでしょ。出てる？出てる。というわけで、その PV を見たら、はい、フューチャーダイは一曲じゃないから、うん、いいんじゃないかな、ズバッと解決。ありがとうございます。恥ずかしい、本当にやばいよ、はい、こんな感じで、そんなにお悩みはないかな。じゃあ、今日は結局、お題がよくわかんないけど、好きな寿司ネタやあなたの宇宙を救ったものなど教えてくださいということで、ズバッとしてるの。じゃあじゃあ、じゃあなんかツイッターを見たいんだけど、そうだね、重いなと思って。おめでとうございますのコメントがたくさん来てますね。パッセンジャーと聞いて。いろんなところに。キス顔見たよ。あんまりチューとかしてないかいって。いいよ、ほっといてよ。でもね、そう思い出したよ。電波組メンのキス顔のいまいちさは純潔の証。いまいちでよかった。ゆいさん聞いて、私思い出した、思い出したんだよ。あのね、昔、はい、お芝居やってた時にね、はいはい、キスシーンがある。それで、そう、キスシーンがあるから、うん、ヒロインを誰にするか。お前ら今からキスをしろ。キスをしろ。キスのフリっていうか、しなきゃ。キスのフリをしろと。で、私当時あんまりキスしてなかったんで。えっと、ん？みたいな、みたいな感じ。そしたら他の子はリア充だから、タタタみたいな。なんか可愛かったの。ほら。なそれ。なーってなって、で、スーちゃん今鳥見たって。で、そう、なんかもうどうしていいかわかんない、グッて感じだったみたいな、なんかみたいになってて、で、その時結婚を書いてた女の子が、素直はそうねみたいな感じで、何かを悟られちゃったっていうことを思い出したよ。いや、あれだよ、あ、なんか抱き枕とかで練習するの。抱き枕カバー。ウエディさん、ミリエンの抱き枕あるね、あるね。はい、それでは仕方ない、ディアメンのキス顔集作るからね。わ、何枚得点なのそれ。ちょっと欲しい、ちょっと見たい。スクショ5回しました。3回ミニチュアがイベントで見せてたキス顔がすごい。この後では、ちょっとキス顔でどうしても盛り上がってしまいますか。なんか変なダメージ受けたんだけど。いざ別にさ、そう慣れてなくてもさ。はい、はい、では、次のコーナーに
今日ゆめめさん、はいはい、普通のお便り、普通のコーナーはい、では皆様の普通のお便り、そして今日のですね、発売しましたネイス氏の感想やらやらいろいろ送っていただけたら嬉しいです。お題のお便りはなんかちょっとふわっとした感じになってよくわかんなくなってどっちだっけなみたいな、好きな寿司ネタやあなたの宇宙を救ったもの、はい、このエピソードなど教えてください、うん、死にまつわるネタストラですね、うんうん、などなど。それでは S ルーバーさんからいただきました。背景、双子座流星群のピークを迎えた今夜もタヌピオラジオ聞いております。ロマンチック、全然知らなかった、知らなかったわ。ネムキュンさん、スピアさん、こんばんタヌピオ、こんばんタヌピオ、そしてネムキュン、ネース誌発売おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど口づけ希望ぬの PV を YouTube で見ました。世界初1000枚のチェキのみで作られた PV は映像と曲がマッチしててすごく良かったです。最後のネムキュンのキス顔も良かったですよ。わら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 って書いてる。ちょっとさて今夜は双子座流星群がピークを迎えているようですが、ネムキュンとスーピオは流れ星に願い事をするなら何をお願いしますか。ネムキュンは口づけ希望ぬスピオはなくした 3DS のすれ違い通信のデータの回復とかですか。2人の願望を教えてください。敬具私はもうキス顔が上手くなりたい上手くなりたい。そうですね、私の 3DS はきっと見つからないから。でもそのスーちゃんの 3DS を盗んだやつを呪うことはできるよ、うん、いやそうなんだけど、多分ね私のものをね、そんな風に触ったじゃない。その人ね、もう次の日から忘れ物が絶えない、物を忘れたり、物をなくしたり、よく寝たりして、やっぱ、ね、呪いじゃない夜中になんか急に料理を作り眠れなくてゲームしちゃったりとかするのではないです。急に野菜が煮込みたいっつって、あーうまいうまい、はいお願いできるならそうですな。もうちょっと痩せたい。ああ、それ私も下っ腹痩せたいね。なんかお腹が出てるんだよもん。お腹って痩せないんですよ。お腹痩せない。うん。幼児体型だと思っていたけど、このまま妙齢のマダムの体型へと綺麗に移行していく。間がないぞ。大人になったらシュッてなって、そしてマダムになっていくんだと思った。ずっと同じ。あれ？幼少、妙齢、マダム。ちょっと大きくなっていくのかな。綺麗になりたいですね。綺麗になりたいな。体とかもさ、ユミさんはでもいいオーラ放ってる体。エロいってことでしょ。なんかエロいんだけどね。よく言われる。エロいんだけどなんかね。私なんか綾波レイの腰と同じ腰してる。なるほど。綾波よりは父があるけど。あ、確かに。なんかね、いいよ。うまく言えない。うまく言えないよ。ありがとう。なんだろうね。触り心地良さそうと言われる。うんうんうん、持ち感。持ち。スーちゃんもと一緒じゃん。持ち持ち。でもね、レムは背が高いからやっぱ綺麗な感じになるけど、私なんかポチャも。それがいいってみんな言ってるよ。足とか。ありがとうございます。あ、素直に受け取ってない。今日、そういえば。うん、クリスマス撮影してきました、うん、ちょっといつも通り足とかブリブリしてるんですけどよかったらブリ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 、クリスマスでクリスマス撮影参加したの。そうなの。すごくない？なんか久々にいいね。みんな殺到しちゃうよ、その推しが。そんないるかというわけで割とレアなので、あんまりね今年は裏前でもそんなに参加していなかったりして、久々に参加させていただきました。よかったら。じゃあしてクリスマスイベント、ちょろりと寄りつつ、ぜひ電波組ワンマンもある。あ、逆か。帰っても昼からだって。ワンマンね、三夕方ぐらいで、昼から前物販が出やすくなるの。そうなの。出やすくて、でワンマン行って、うちも帰ってくるから一緒帰ってきて、っていう感じで。お待ちしてます。お待ちしてまーす。ではでは。はいはい。続いてのバイオリン流星群だったんだね。全然知らなかった。見たかったな。知らなんだ。はい、普通のお便り、お
お久しぶりです、ラリックです。ラリックさん、スーちゃんにもキュンチーズ、チーズ。すごい太字で太字でメール来た。宇宙を救うのはきっとお寿司ではなく、俺の宇宙を救ったのはディアステー。俺は全く音という世界を知らずにブラッとディアステに行きました。ほう、職場が近いので帰り際にほんのちょっと楽しく飲める行きつけのバーが見つかるといいなという気持ちでディアステに通い始めたんですが、今ではもうすっかりノーディアステノーライフ、ノーアイドルノーライフっていうくらいこの世界にどっぷりです。音友達もたくさんできて毎日がほんと楽しく充実しています。僕にとってディアステは僕の人生に彩りを与えた大切な場所です。なので宇宙を救うというよりも俺を救ったディアステ、センキュー。あと2人とも髪型かわいい、ラブバイ、ありがとう。熱いね、バイ。びっくりマークが多い。ありがとうございます。久しぶり、ありがとう、ね、本当にお久しだ。続きまして、じゃんじゃんじゃん、シンナーさんからいただきました。お二人さん、こんばんは世界キュン。こんばんは世界キュン。ネムさんの真似をしてみました。お、電波組ファーストアルバムねえ寿司発売おめでとうございます。そんなわけで僕の明日のお昼はお寿司にしたいと思います。友達が炙り縁側ってうるさいので。絶対炙り縁側でしょ。その炙り縁側っていうのを食べてみたいと思います。お二人さんの好きな寿司ネタは何ですか？教えてくれたら明日食べようと思います。ちなみに僕はトロサーモンです。ネムは炙り縁側です。炙り縁側はね、外せない。炙り縁側はちょっと王道と、王道じゃねえ、殿堂、殿堂入りとして、私はね、中トロかビントロ、あとトロタク巻き、トロばっかり。でもはウニかな。はあ、大人だ。私実はウニの美味しさがよくわかんない。なんで？甘いじゃん。子供なんだと思う。でも初めて食べたウニっていうのがね、お母さんが多分スーパーで買ってきたウニなんだけど、うん、なんていうの、なんかね、パッケージの匂いみたいなのがついてたの。木だね。うん、なんかね、そちょっとゴムっぽいっていうか、木箱じゃないんだ。うん、入れ物のなんか匂いだと思うんだけど、それが気になって、これが美味しいとは大人はようわからんと思ったのですが、うんうん、今でもその匂いがするような気がして。うちは実際しないんだけど、でもなんか不思議な気がして。問屋なんで、で美味しいの、ちゃんといいの食べてる感じが。お母さんがウニを取りたてもあるし、箱ウニしか食べたことない。それで夢見っけ一泊ツアーはいつですか？一泊じゃなくて、私ね、123に帰れたら帰ろうかなと思って。よかったら行こう。123に私でもおかしいでしょ。夢見っけ集まって、明けましておめでとうございます。いや、おめでとうございます。お得はもらえるかも。やったーつって。おめんち行かねえのかって話。自分家で個性と箱にこう箸でガーってくる。いくわ。あんこうとかフグのナムも食べ放題。お正月はちょっと申し訳ないので。ご家族集まるいずれ時だから、ね、伊賀牛もいっぱい食べれるよ。伊賀牛、伊賀牛、へえ。松阪牛の親みたいな。おお、かっこいい。おいしい。忍者っぽくて、伊賀牛。そう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 、実はすごい動ける。そう、なんか電波組のマネージャーのルナちゃんが超忍者萌えらしくって、私がなんかの番、ナダールかなの打ち合わせかなんかで、伊賀出身なんですけどって言った時に、うんうん、ってなってたの。なんだと、どうしたんって思ってたのかなと思ったら、伊賀だとってなってたらしくて、忍者やっぱり甲賀の人とかどう思いますかみたいに言われて、やりたいもんやったもん勝ちですか。で、私なんかそのタッコンコールじゃないけど、うん、甲賀の、そう、岡田くんっていう DJ の子が甲賀なんです。戦ってんだよね、実はね。DJ ブッキング一緒になった時は見えないところで、見えないところでしょしょしょってあって忍術戦してる。そうそう、で岡田くんとは甲賀ですよねみたいな、伊賀だよねみたいな話すると、里同士の交流みたいな、ちょっと頑張って。まあそんな忍者の里です。何の話か忘れちゃった。いいな、うちは特に何もないな。そうで、なんかルナちゃんも、私も伊賀とか甲賀の選ばれし里の出身ならよかったんですけど、いいな、私は今違くてみたいな。いや、そこで育ったわけじゃないからさ、実家移った、今私は筑波なんですけど、筑波の有名なものっていうのがよく分かんない。エクスプレス、う
だからネムが、まあ、例えばうちに来たとするね。あ、エクスプレスだ。かわいい。そしたら多分お父さんの秘蔵の、うん、これ美味しいんだよっていうおせんべいとか出てくる。かわいい。いいじゃん。あと冷蔵庫に絶対ピノが入ってる。いいじゃん。常に入ってる。そういうのいいじゃん。お菓子ばっかりなんだよ。この間そうだから家帰ってちょっとなんかね取り皿を探そうみたいな、うんうん、なんていうキッチンがあってさ、そのすぐ裏に棚が、うん、こういうのがあったらさ、うん、その辺かなみたい なんかフォークとか、うん、パッて開けたらお菓子だったお菓子そう笹谷さんが入れる系だよねでもねここじゃないと思うっていうところにお菓子入って、何もないけど隠してたんじゃない、来てください行きます何にもないけど駅ビルがちょっと楽しいエミリーゴーランドある、駅ビルの真ん中に。何エミリーゴーランド、乗り物乗り物普通に。メリーゴーランドか。エミリーゴーランドって何だ、怖いよ。エミリーどこ。メリーゴーランドが普通に普通にあるねん。おや、口づけ希望のランキング20位。何の何の YouTube のツイップル。ツイップル、もっといけるべ、源つぶえてうん、つくばは加速装置が有名アクセラレーターすごく加速する、すごい速いすごい速い、あ、夕飯手伝います、あ、トントントン、フォークここ、あ、お菓子お菓子モッサンからいただきました。モッサンだ。ネムさん、スナオさん、こんばんは。こんばんは。電波組のアルバム発売しましたね。ヒャッホーって思いながら引き取りに行ったら DVD がついてない方でした。なんで？これってもう一枚アルバムで DVD ついてるの買うべきですよね。インストイベントには予定が合わなくていけませんが、もう一枚買うぞ。ありがとう。ちなみに好きな寿司ネタはタコです。ではでは。タコ。タコ好きそう、モッサン。くっつく。よっタコも美味しいよね。でも私お寿司屋さん行ったらタコは寿司じゃなくて、うんうんうん、吸盤揚げとかを頼むタイプです。あ、美味しそう。吸盤だけ焼いてくれたりするよね。なんか2のお楽しみか。大人だからさ、私はずっとトロタクマキ食ってんの。かわいい私なんか最近も寿司屋で寿司を食べなくなったね。あ、でも大人だね。そもそもお寿司屋さんというのはお酒を飲むところだみたいなことをおじいちゃんとかが言っていた気がする続きまして TK ラモンさんからいただきました。スーピオさん、ネムキュンさん、こんばんは。ピヨピヨ、こんばんは。ピヨピヨヨーンヨーン昨日はフラゲ日ということで素敵なコスチュームでワホイワホイしていた電波組、とても素晴らしかったです。ありがとうございます。泣きました。うん、ほんと？ネスシも早速聞いたのですが、うんうん、神曲すぎてやはり電車で泣きました。すぐ泣くんだからさてさて、僕には悩みがあるのですが、秋葉ディアステージに訪れるたびに吐きそうになります。そう、先日はディアステージ前で戻しました。すいませんでした。胃薬飲んでもダメなんです。助けてください。緊張しちゃうの？なんか緊張して吐いちゃうんだって。かわいそうだな。なんかなそっか、なんか今日は2回吐いてきましたみたいな、ちょうどドヤ顔って言われる。やめなよみたいな。よくないんじゃん虚弱なんだよきっと。でもそんなんじゃドクターストップかかっちゃう。君はデュアステージに行ってはいけない。そんなうぎゅう苦しい。行かないと思うと苦しくて、まあ、じゃあ行っていいです。行くと思うと苦しくてうぎゅうじゃあどうしたらいいの。でも本当は吐いてないと思うんだ。あれ、そうなの？いや、常にエチケット袋を携帯しよう。あ、じゃあディアステの物販でエチケット袋作るんで電波組行く、もったいないわ臨時されてるところにしたくないよなんかいいもの入れたいよ。確かにチェキとか入れてしまう袋とかにしたいよそうだよね、エチケット袋いろいろエチケットみたいな。どんなエチケットにも対応エチケット袋を持っていただいて、かぶったりね。だから貼ったり、なんかそうそういうファッションを新しく作って、あ、おしゃれに、あ、だからフードを、私たちいい言葉を持ってたじゃない。なになに？オートフリー
東京ちょもうさ、オートフリー東京って書いたパーカー作ろう。それだ。でそのパーカーをね、逆に切るの。なるほどね。そうすると、この部分にフードの部分に袋を袋を全然してやばくこうやってこうやって来て、で、あ、あ、あ、オートフリー東京で、ここにと、ここに東京って書いてあっていつも、タヌピアの初グッズが、初グッズオートフリー東京パーカーやだよ。手がかかってるより嬉しくない。あ、で、こうさ、うん、パーカーの中にボタンじゃないけど、なんかくっつけられそうな設置できるようにして、あの何回でも履けるっていうことでしょうか。だからモンさんも、おゴーズフリ東京ってなっても、危ないところだった。キュッキュッポイポイ。新しいのさ、ってセットし。それいいね。アクシレッツでも何でも大丈夫。あ、あと2人なのに、気持ち悪いもん。もうできんだよ握手できんだよ。握手するやばい。というわけで、はい、あのタヌピオオリジナルオートフリー東京パーカー発売されるのを待っててください。ズバッと解決、解決発売してえな無駄にね、ステッカーとかいつやんのみたいな感じでやりたい、いつだってやりたいんで。オートフリー東京がわからない人は昔のアーカイブをすみません、くまなく探してください。第何話とかはさすがに思い出せないけど、どこかにあります。それでは続きまして、トッチーさんからのお便りです。ネムキュンスピア、こんばんは。こんばんは。ペヤング超大盛りが無償に食べたくなったので、コンビニをはしごしていたらメールを送るのが遅くなりました。トッチーです。ペヤング大盛りってさ1000キロカロリー以上あるでしょ。焼きそば強いんだよ、うん、強いんで。 UFO とかマジ高いんだよ。900何歩とかで、うわーって思って食べれなくなっちゃった。でも美味しいんだよね。食べたいんだよ。しかもマヨネーズをぐっちゃぐちゃにして食べたいんだよ。はい。で、僕の住んでいる群馬では、あ、間違えた。まず、ネムキュン&電波組ンクの皆さん、アルバム発売おめでとうございます。ありがとう。僕の住んでいる群馬では取扱店舗が少なく予約もしていなかったのですが、フューチャーダイバーを買ったお店に電話してみたところ、3種類入荷しておりますとのこと。おということで、今手元にはなんだか豪華な箱があります。アルバムに入っていた時期がネムキュンだったのは神がかっていたと思ってます。ありがとう。お題の名聞いてうちをすくのは中略ですが、自分的には秋葉原じゃないかなと。俺がスーピオン、ね、やネムキュンと知り合えたのも秋葉原があったからなんじゃないかと。全ての始まりは秋葉原なんじゃないかなと思います。秋葉原があって、いろいろあって今に至るんじゃないかと。アルバムはあまりにも豪華なので、 iTunes に取り込んだら押し入れにしまう予定です。アルバムの感想ですが、この冬口づけ希望のはクラブでヘビーローテーションするんじゃないかと勝手に考えています。マジやばいですよ、あの曲は。来月最近出演しているイベントでアイドル曲をやるらしいので、ご了承してきます。お、泣いてる暇なんかない、突っ走れ、頑張れ、ネムキュン。なし。ありがとう。ありがとうございます。泣いてないし。あれ、ネムキュン泣いてる。あれ、嬉しくて泣いてない。全然泣いてない。泣いてない。あ、つぶれとけ。おーとしちゃった涙じゃなかった。さて今日はみりんが泣いたからね、もらい泣きしただけでね。みりん大体泣くか。みりんさ、打ち合わせの時にさ、まあ、今日は泣かないじゃんみたいな話するの、うん、みりんさんのさ、そういうとこ好きなんだよ。なんか、絶対似てないモノマネを私できるよって得意げに言ったりとか。あれでしょ、なんていうのファイナルファンタジーのなんどうのこうのクリースとか。わかんないし、わかんないし基本的に自分でへし折るための高いハードルみたいなのをどんどん積んでいって、だいたい飛ばないみたいな。なんかさ、かっこいいのさ、ゲームやってる時だけだよね、うん、本当に頼れる。さっきね、さっきも、ね、モンハンをね、みんなで当ててリオレイヤーを買ってきたんですけど、いつもね、おお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 おって言ったら、なんかゲームの時だけ任しとけって。なんか男っぽいんだよね、急にかっこいいね。いや俺はやるみたいになってて、どうしたミリンみたいな。多分何番にいるよっつって、ね、オッケーオッケー、じゃあ私が今起きと落とし穴を。で、私はみんな混ぜてくれたんだけど、行って死ぬと報酬が減るからってメラルをえいってわーって逃げ取りして楽しんでます。ネムに最初と逃げ回る役をこう仰せ使ってもらったんだけど、うんうんうん、リオレイヤーの気を引いて、ね、周りを走り続ければ
そうネムに気を取られてる間に私たちが切るとか言ってたら、ゆめやちゃんうわーってレイヤーが超ネムのこと好きで早いしすっごいレイヤーってなんかちょっとさ、うん、キラキラネームの男子っぽくないレイヤーくんかっこいい女の子だけどいやキラキラネームすごいよな、うん、そうあのギークガールを、うん、読んでくれた人は分かると思うんですけど、うん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 、みりんが息子にアベルって名前を超つけたいらしいの、うんまあ、まあ、そうっすか。リオ古川アベルだよ。やべえな。でね、古川の庶民感がやばい。漢字がかっこいいと思うじゃん、アベルの。うんうんうん、救いじゃん、そこが、うん。おかんが書けないからひらがななんだって。古川アベル。アベル。アベルです。アベルです。みりん。あ、やばい、トヨタの、ハタさん、ハタさんの狩り歌流れてた。あー、トトトーとっとっと海鳥イカドルでしょ。あれこれもね原曲なの。あどうしようどうしよう。何かけよう。いやもうあと数秒で終わるから。本当？最後じゃあもう諦めよう。みんな気づいてないよね。うん、では続いての。あごめんなさい。お便り。しげちゃんからいただきました。はい。アニメキュンすなおちゃんこんばんは。こんばんは。自分は電波組インクさんのアルバムを誰にも邪魔されずにヘッドホンでネムキュンの声を聞いて燃えたいです。今週もお二人の声を聞いて燃えてます。自分が好きな寿司ネタは森のバターことアボカドが入ったカリフォルニア巻きです。いいね、私も好きだった、忘れてた。お二人はお魚や貝類以外の寿司ネタで好きなネタがありますか？よくさ回転寿司だとさ、うん、変なネタあるよ ね、 あるよね。ちょっとなんかゲドウっぽいけど、うんうん、でもなんかミートボールとかあるよね、うん、ミートボールすごい。サラダ巻き、うん、でもなんだろう、結構あるけど、私トロタク巻きも結構アウェーな方かと思ったんだけど、いや食べるよ、意外とあるよ、うん、たくあん美味しい。なんかね、高円寺の七福神っていう寿司屋があるんですけど、そこのトロタク巻きが超好きで、いい、ね、へえ。別に何が違うかって言われるとかあんま関係ない、うんうん、だけど私この間トロタク丼作っちゃった、食べたすぎて、美味しそう、美味しかった。月見っていうの、そうネギトロのネギないやつ売ってて、買ってたくあん買って刻んで一回作ったの。それでなんか違うんです、うん、何か足りない、しそ的な。あーいいね、しそ。でもしそ買いに行くのがめんどくさい、はい、ドンドン。そこでなんとですね、青じそドレッシングを買ったの。20円くらいで売ってるじゃん、うんうん、でそれをかけたの、うん、すげえ美味しかった。なんかちょっとね、洋の要素も入ってそう爽やかになりそう。なんか全体に絡むしね、味も。刻んだたくあん、月見のマグロ、青じそドレッシング、そして醤油。あ、醤油も入れんだ。醤油も入れる。おすすめです。おすすめです。スープよくキング。私なんだろう、でも確かにアボカドも大好きだし、アボカド美味しい。なんかでも海鮮じゃないか、私もつまみとか食べてるから。あ、海鮮か、私ね、うん、ちっちゃい時からそのお家でお寿司だよって言ってやっぱ手巻き寿司。あ、うちもシーチキンとか。そう、そうだよね。シーチキンにそれこそシソを入れるのが好きで、うん、かっこいい。ちっちゃい時からシソをね、お母さんがその他のもののためにシソを置いてるんだけど、うんうんうん、私がシソ大好きだからめっちゃいっぱい置いてくれてて、うんうんうん、ご飯敷いて、シソ敷いて、シーチキン、マヨネーズやって食べるっていうのをずっとやってた。おー、美味しそう。おい、シソとシーチキンめちゃくちゃ合うんですよ。私はシーチキンを置いて、キュウリを置いて、チーズをね、スライスチーズを細く切ったのが、うん、それをちょっと置いて食べてた。美味しいよね。美味しいよね。手巻き寿司いいよね。いいよね。家って感じするよね。家っぽい。そう、ちょっとやろうかなって一瞬迷ったの。手巻き寿司いいな。一人で手巻き寿司かと思ったら、なんかトロタク丼にしました。今年誕生日に夢見寿司っていうのやったんですけど、うん、手巻き寿司でしょうかな、うんうん、来年は。そうだね、うん、行ったのね、寿司に切れなかったから。難しいね、あったまっちゃいそう、うんうん、はい、では意外といい時間になってきた。あ、トヨタのバレてた。あ、バレてた。続きまして、お、お名前がないかも。では2人ともこんばんは。こんばんは。ネムキュン、今日もインスタおつです。あ、ありがとうございます。
アルバムの感想というかなんというか泣かせるんじゃねえまだ早いからえ口づけキボンドの PV ですでに泣いてしまいました。あれは本当に泣ける。あの歌でチェキを見ててなんだか理由はわからないけど涙が出た。残りわずかな期間本当に頑張ってね。ということで名前はちょっとないんですけ ど, あ, こんなんけどありがとうございま す, います。なんかさそうでもアトベがさ、うん、いろんなメンバーと写ってるのがちょいちょい入ってるなと思うと であれ置いてんのアトベです。アトベの手なんだ。それなんです。それをさ聞いたらなんかさ泣けるよね。アトベの手が一番爪とか綺麗で、アトベやりなよとか言って、アトベ爪綺麗だしさとか言ってみんなで言ったんだけど、うん、アトベにやってほしいなっていうのが実はアトベに言ってたけどねありまして、あの PV がねずっと YouTube とかに残っていくから。そうですね、うん、あと10日でアトベが電波組じゃなくなってしまうので、ひいやーすげー寂しい。別に私電波組じゃないけど超寂しいもんでね今日もねなんかリハより前の段階の練習みたいなのをやってたんですけども、うんうんうん、リハやってるだけですごい楽しくて、うん、もうずっと笑っててなんか、うんうんうん、あとべこれ違うよとか言って、うん、マジでねむねむさんみたいな言われながらなんかこれが終わるんだなみたいな。じゃないね、もうやだな。さて、はい、ちょっとした情報なんですけど、お、なになに、オートフリー東京のアーカイブはなんと1年前の2010年12月15日です今の流れでこれの情報いらなかったわお、1周年なんだ。オートフリー東京1周年、おめでとう、おめでとう。どうしようもねえな、どうしようもねえ何なんだろうね。まあね、はい、あの、うんうん、語れば長いのでぜひアーカイブをご覧くださいそれでは続きまして、あ、寒さを救ってくれるのは人間湯たんぽ、デブさんからいただきましたすごい名前スーさん、デブキュー、こんばんは。こんばんは。ねえ寿司、CD 屋さんで見てきました。ラーメンにニンニクを入れて食べてしまったので電車で息を止めて移動してきました予約しているボックスは土曜日に取りに行きます。幼稚園の頃キスしてくる女の子がいて近くに寄ってキスをもらっていました。キスは最近してない分リア充なにこれ。でもらってたってことは誰でもやってるんじゃない、ビッチかしかも幼稚園幼稚園、幼稚園のキスマってやばいね。でも私もう家族ではよくしてた、なんでかわかんないんだけどお姉ちゃんが多分なんかあのね、あれ今思い出した、なんかそう名前とか忘れちゃった、外国人の方がホームステイしてたんだよ、うちに。それで多分なんか素敵ってなってお姉ちゃんがおはよう、お休みの旅みたいなのをよく分からずされていた口にうんで、こうアメリカの人も口じゃないんじゃないの、ここじゃないの、わかんないけど私は、へぇってなってた口じゃないよ、多分わかんない、こだってさ、チュッチュッってやるじゃん、きっとね、こうだよな、私は大人になってわかったよ、あれはね、練習台にされていたね、そのフランクの雰囲気に任せて、お兄ちゃんとかがちょっとドキドキしながらしてる時がなんか感じたの、これは私じゃない人にしている気がすると思った時があったんだよ、ね、お兄ちゃんも練習台にされてたの、姉ちゃんわかんない、お姉ちゃん大丈夫、姉ちゃんわかんないけど兄ちゃんはそんな感じがする時があった、甘酸っぱいな、なんかすごいね、うちさ本当にそういうの、うん、大人になるまでエロ本とかの存在も知らなくて、あでも女の子しか兄弟ない、兄弟な、ね、うんうんうん、そんなキスなんてハレンチなんとんでもございませんみたいな、本当に異常な厳しさなのうちいやでもそんな感じするけど、うちも最初は厳しかったんだ、うんうんうん、でも私4人目だから、あ結構もうなんかいろんなことが砕けてて、なるほどね、で兄ちゃんが買ってきた、うん、なんか大抵のことがおっぱいで救うみたいなちょっとエッチな漫画みたいのを私が読みながらこたつで寝ちゃって、小学校それを見つけてお父さんがお兄ちゃん怒ってるみたいな、あやべえごめんお兄ちゃんみたいな、
こんなものを素直に読ませて読ませたわけじゃなくてみたいな勝手に素直が部屋から取ってきただけだし、なんかすごいやつはちゃんと隠してるしみたいな。あー、私だってそうで、私も小学校の時にいとこのお兄ちゃんの稲中をでも確かに稲中は刺激が強いよ。稲中を読んで、エロ、こんなエロいものが世の中にあるなと思って。確かにエッチだよね。でも、うん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんは全然普通に読んでて、あれで、お姉ちゃん8歳上だからうん、うん、お姉ちゃんは8歳上だからこんなことをされてるんだと卑猥だと思って、なんかいけません。それが一番の衝撃でした。稲中が一番の衝撃だった。私は何だ、今思い出してもビビるビビるはい、では途中で稲中の話です、ごめんね、途中で止まっちゃった。そんで魔法イベントに行ってきました。DJ ブースにたどり着くと、ボゾさんやネムキュンたち一団が固まって移動していたのが可愛かったですパーティーみたいにね。キボンヌってどういう意味だろう。これから PV を見ます。お腹が出すぎてテーブル代わりになっています。ズボンがきつかったのにある時からそれを超え、ズボンの上にお腹が乗って自由に移動できるお腹の贅肉になりました。どういうこと。好きな寿司はアジ、コハダ、ネギトロ、アナゴ、ウニ、イクラ、赤貝、焼き卵です。あ、赤貝いいね多いな赤貝結構いいとこ高いんだ、うん、自分を救ってくれるのはフューチャーダイバーのような毎日聴いて元気をくれる曲や自分の貪欲です、あ、食欲ですね、間違えた。タヌピオも毎週元気をくれます。寒さを救ってくるのは人間湯たんぽ、デブ、ありがとうございます。ありがとう。でも人間湯たんぽって一番リア充感あるね。ね、あったかそうですね。なんかほら人肌あれじゃん、雪山とかでさ、なぜか裸で温め合うよね。なぜ裸の方がダイレクトに体温がいくからね。すごい、なんかそういうのもさ、ちょっとさ、うん、イナチュー的なさ、ちょいエロみたいなさ、そうなんすそうだから忘れちゃったんだけど、誰か分かんないけど、ね、多分和田真嗣さんの漫画であった。和田真嗣さん、スケバンデカとか超少女アスカとかピグマリオとかの人分かるかな、あんま分かんないかな、どれだったかな、なんかそういうシーンがあった。 これは冷え切っている、バッバッ温かいみたいな、なんかそういうなんか変にエッチに見えるよねでもさ、今のさ、なんていうの、少女漫画って結構エッチだよ。快感フレーズあたりから加速してない？快感フレーズはもうなんかもう、でもさ、なんかさ、大人になってああいうの見るじゃん、うんうん、なんかいまいちリアリティがなくない？ 逆にね、なんか、なんていうの、 なんだろう、なんかエッチなだけで、一応恋愛のお話のはずなのに、快感フレーズさ読んだことなくて、うん、快感っていう字面でエロいんだなってのは感じ取ったんだけど結構なんかど真ん中のシーンがちょいちょい入ってた気が。 BL じゃなくて、 BL じゃないんだよねなんだよ、つまらねえつまらねえなそんなことないけど、でもなんか中高女子校だったんだけど、うんうん、ちょっとエッチな漫画が回ってくるみたいなブームがあって、今考えたら全然エロくないんだけど、あ、そうなんだ、そういう、うんうんうん、需要があったんだろうな。なんか一番近い本屋さんの、うん、ほとんどね女の子の漫画しか置いてないの、その本屋さん、うんうんうん、やっぱ女子校が近くだから、うんうん、ジャンプとか一応あるんだけど、うんうん、ジャンプコミックスとかあんまなくて、そのちょっとエッチ系の女の子漫画みたいなブワーってあって、あそこをよく探せば BL があったんじゃないかと思って、今あったかもねもしかして BL 好きっていたの、今は BL ばっかりかもしれない。なんかね、私が読んだのは、うん、いちごシロップをつける女の子の話で、なんかわかんないけど、そのいちごシロップがすごいみたいな記憶がある。よくわからなかったけどね、美薬なのね、わかんないけど、なんかファンタジーが飛び抜けてる、ね、ちょっと、うん、それくらいの年頃ってなんていうの、そんなど真ん中な、うん、エッチなシーンとかがなくても盛り上がらない、盛り上がる、よくわかんない。私も女子校だったんだけど、で女子寮だったの、
で寮とかもうすごそうだね。名前も知らないもう何代も上の先輩の変な伝説が残って残るよね意味わからんよね。すごい。でね、あれこの話したっけ。いやでも伝説は知らない。知らない。そうね、二段ベッドをなんか部屋があって、うん、両脇に二段ベッドがくっついてるみたいな部屋で、その一ベッドが自分のスペースなの。で、その伝説の先輩は先輩になったら上の段って上るよりめんどくさいから、うん、下の段を優先的にもらえるっていう決まりがあるにもかかわらず、うん、あえて上の段を選び、うん、ちょっとギシギシ言わせるのが好きだみたいな。え、どういうこと。で、よくわかんないじゃん。よくわかんない。でもすごい盛り上がってんの。わかる。その全然抽象的なのにだってさ、寮だから誰も来ないしさ、勝手にギシギシ言わしてんの。違うよ、だからユリなんだよ。で、好きな女の子を連れ込みみたいな。ユリなのね。そう、私も一人でイエーイどやみたいな感じがあった。違うね、そう、そういう、すいません、そう、伝説だけが残って。へえ、なんかさ面白くない。え、でもなんかちょっと高まるね。よくわかった。それだけで、それだけなんだよ、ただ。なんか修学旅行の時とかも、うん、まあ、その修学旅行の宿なんだけど二段ベッドみたいなところがあって、うんうんうん、まあ多分修学旅行によく使われてる二段ベッドなんだと思うんだけど、うん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 、そのちょっとなんか別にエロくないけどエロい風なことが書かれてる。うん、これはみたいな。みんなでこうやって見て、やばいとか言ったりした。そういうことだよね。あるよね。あるよ。いや、男の子の世界はよくわかんないけど、女の子もそういうのあるよね。ね。そう、だから男の子の方が結構進んでる感じがする。実はね。もうさ、エッチなビデオが回ってくるとか言うじゃん、高校とかで。なんか早いよね。私たちはその音がすごいとかで喜んでるわけで、しかもすごいレベルで低い木の音だし。アホだなと思うけど、面白いよね。やばい、過ぎちゃった。あと1通だけ読みたいと思う。ごめんなさい、なんで今日こんな変な話になったの。変な話ばっかりしてる。ノンシュガーさんからいただきました。はい、スージャーネムキュン、こんばんは。こんばんは。ネムキュン、お寿司発売おめでとう。ありがとう。ついに出ましたね。今日は行けなかったので週末には買いに行くよ。そしてモンハン発売、きっとスーちゃんはもうガンガン進んでるんじゃないかと予想していたよ。全然でもわざわざ私肝がもう取れなくて今日ちょっと難しい。スイッチは難しい。水の中難しい。去年末や年始はみんなでやってたなって懐かしいです。さてお題ね、聞いて。宇宙を救うのはきっとお寿司ではなくラーメン。来て、冬のラーメンはうまいっすな。ちなみに好きな寿司のネタはアナゴ、ハマチ、タコ、イカ、アナゴ、サバ、納豆。ん、アナゴ、アナゴ、ちょっと間違えた。卵、ハマチ、タコ、イカ、アナゴ、サバ、納豆。めっちゃアナゴ好きなんだと思った。です。ウニは苦手な方なので、もし出たら好きな人に渡しちゃいます。出たらって何。ポンってびっくらポンって出てくる。なんだウニか。次次びっくらポン。びっくらポン知ってる。わかんない。何戻してる。びっくらポン何？びっくらポン。え、知らないの？わかんない。くら寿司でお寿司を食べるじゃん、うん、回転寿司を、うん、で皿をガンガンガンって入れていくと、うんうんうん、びっくらポンとか言ってなんかゲームが始まってガチャガチャがポンって落ちてきて、当時そのなんか押すと声がするびっくらポンお寿司マスコットみたいなのがあったの。で、寿司ネタごとに声声優が違うの。すげえ。びっくらポン。びっくらポン。でもビッグラポンしかない。ビッグラポンです、全部。バリエーションがあるようなないような、すごいね。ビッグラポン知らないの。ごめん、くら寿司あんま行ったことないね。ほんと、玉目の近くの寿司屋がね、くら寿司だったんです。そうなんだ。みんなでビッグラポン超やってた。私大学の時お寿司なんて行ったかな。どこに行ってたんだ一体。なんかいつも同じ居酒屋にみんなで泊まっていた気がする。馴染みの大学。あ、居酒屋大学だか、うん、ごめん、なんか寿司屋とかなんかね、でも、うん、なんか いいんだよ。うん、居酒屋ずっとおじさんがやってて、で、私たちの演技コースはだいたいそこに泊まってるみたいな。あるよね、そういう。だからいろんな台の演技コースが、OG、OB とかもいたりして、あ、
久しぶりですとか言って、私たちには先輩だなって人がもう超先輩みたいな人が挨拶とかして、うちはなんかそれ代々、あ、なんか絶対忘年会とかを、うんうん、とか新入生歓迎会をやるみたいなところはあったけど、そうそう、そういう感じ。一個すごい好きな、うん、ふるさとっていうとんかつ屋さんがあったの。とんかつ屋なの。みんなで部活が終わったり行ったりしてたんだけど、うんうん、先日潰れたらしくて、そう、私もその行ってた居酒屋が移転したか、なくなったかって聞いて、超寂しくない？なんかそこでさ、こう青春を過ごしたのにな。そうなんだよ。でさ、いろんな先輩のさ、お芝居のポスターとかずっと貼ってあったりとかしてさ、うんうんうん、歴史を感じていたのに。移転しちゃったら、した後でもね、貼り直してくんないだろうしね。ね、まあ別に新しい公演のね、うん、ポスターでまた割っていくのかもしれないんだけど、うん、寂しいよね。いや、ディアステは守りたいですね。守りたいっす、ね、電波だけは電波だけは守ろう、ね、電波が4、3、2回が朽ちても1回は守ろう。上からなの。分かんない、上からなくなってくる。ゴジラがバーンって確かに下がなくなったらもう入れなくなっちゃう。下がなくなったら天空の城ラピュー。難しい。逆にすごい、うん、というわけで、はいはい、もう終わりの時間となってしまいまして、今日の放送は甘酸っぱい、甘酸っぱい、もうこういう話ができる女の子と付き合いたい。嘘だ。本当？全然良くなくないこの話。イナチュエロいとかいう話だよ。ギシギシ楽しいとかだよ。音だけで楽しい。アホすぎる。内容については全員わからないから全然触れないんだよ。ゆりなのぼんやりとしかわからないからみたいな。私はなんかその見られたくないものがあって、そのグッズとかで、うんうんうん、で上に行って見られないようにしてるの。下だと覗かれるじゃん。あー、なるほどね。そういうことなのか。でもギシギシだね。何のドヤ顔なの。寮とか面白そうだね。面白かった。今寮だった。そうだよね。そうだ。でも部屋、私の寮は本当に寮だったから、リアル一人朝8時で、あの朝の、うん、朝の何て言うの、号令じゃなくて何だっけ、なんか朝礼、朝礼じゃないんだけど、何かで夜もご飯は何時まで、お風呂は何時まで、何時になったら学習室で学習1時間、おお、消灯何時とかも全部決めてるから、よくそんなところでやってたなと思う。やだね。いや、だからこれはね、ここで3年間過ごしたらちゃんとするな、しなかった。3年もいたんだ、しっかり。でも、そう、あ、でもね、2年間かな。3年目は実家が引っ越してきたから、うん、そう、2年バッチリね、ちゃんとね、朝起きて、夜寝て、1時間学習室で時間を潰すという。でもなんかお嬢様っぽくてよくない？寮付きの女子校なんてさ、学校入りじゃん。一応そういうのを目指してる学校なの。でも割とみんなあれいい感じに荒れて。逆に荒れちゃうのかな。うん。うちもなんかね、いいお嫁さんを育てる学校だったんだよ。花嫁修行。リアルに保育園からあるところで、保育園から大学まであって。もうみっちり花嫁修行みたいな。すごいね。私も一応礼儀作法の授業があって、うん、そういうのそういうの、着付けしたり、なんかお茶を、そうそう、お茶立てたり、フランス料理食べに行ったりとか、うん、あったあるよね。修学旅行がそう、ちょっといい料理で、で事前に習っておいたテーブルマナーを思い出しながらカチャカチャ、すごいんだよ。その礼儀作法の先生がずっとマイクで喋って、で新しい料理出てくるために、はい、これはこれはなんとかで、はい、あの一番そこのね、フォーク使ってね、そうそう、あなたみたいな、全然落ち着かない、うまくねえ、なんだこりゃなんだこりゃ、椅子の立ち方が違うみたいな、ごめんなさい。先生のトークショーみたいな。このディナーショーは嫌だ。それ大変だね。じゃなくて、来週のテーマを決めないと。全然いい嫁にならなそうな2人に育ったね。なんとかなるよ。はい、来週のテーマは、はい、こんな嫁は、こんな嫁は嫌だ。こんな嫁は嫌だでもいい気がするけど、本当に花嫁修行の学校行っても、じゃあ教えてもらおう。みんなに、うん、嫁に要求する、聞いて聞いて、なになになに、ねむね、声今すげえでかかった。聞いて聞いて
でも、うん、半分悲しい話なんだけど、うん、でも押せないけど嫁には欲しいって何回か言われる。半分半分だね。私は押せないけどいいお嫁さんになると思うよって言われる。あれもらってくれないの？あーどうも幸せになりますちくしょうちくしょうキス顔もできねえ、嫁にももらってくれないという。みんなのお嫁さんにちょっとここだけは守ってほしいなという自分的嫁への願望。私多分予想だけど、うん、アイドル追っかけんの許してくれたかと思う。なるほどね。おしましはいいでしょとか。でもさ、アイドルってさ、うん、普通の時間に終わるじゃん、基本的には。そうね、そうね。だから、こう、午前様とかないじゃん。いやごめん、ちょっと電波組んくオールナイトイベントがさ、24時間誕生日1年に1度だからそういうのは DJ DJ 午前 DJ 午前様午前様で、あんた、遅いじゃないのごめん、アイドルイベントがクリスマスは電波組のライブがあって、カウントダウンにも行きたいな。何言ってんの、ヒロシが泣いちゃうでしょうか。うとうせいがモンハンだけはやってくれるけど、なんかギルドカードが女の子の名前ばっかり。嫌だよこのギルドカードっていうのは。名刺よくわかってる。キャバ嬢の名刺みたいな。素直とネムって誰よ。誰よ。何回通信？15回も通信してるの？何これ、一回遊ぶのどれくらいかかる？あんたのお小遣いそんな、うん、いやで、違うんだよ、ただだよ、応援したくて今日はたくさん CD を買ってきただけだから。何枚買ったの？ほら、ひろしひろし、これがクリスマスプレゼントだよ。でもこの2曲目聞いたことあるこのレムちゃんって子は可愛い何々ちゃんに似てる。じゃあ嫁、あなたの、まあ、タヌピオが嫁入り修行をしています。あなたなら何を求めるみたいな感じ。あなたの、嫁にお願いしたい一つのことを教えてください。精進してまいりますので、それを元にね、精進します。よろしくお願いいたします難しいね。というわけで来週のテーマも決まったところで、はい、あ、今日はあれですね、このミラーマジックを聞きながらお別れかな。秘密のミラーマジック、もう今違うよね、こんなんだよ。そうそうすごすぎて。なんだっけ、ミラーマジック懐かしい、このバージョンくるくる。というわけで、安川スノート、ゆめみねむでした。ありがとうございました。バイバーイ。